皆さんこんにちは、松田学でございます。この神奈川4区ではですね、角照久さんが非常に頑張っておられましてですね、ここ逗子駅前とか鎌倉駅前とか、もう何度も何度も街頭活動をしてくれています。でぜひですね、角さんが頑張っている姿をですね、皆さんにご覧いただきたいなということと同時に、私は比例という仕組みがありまして、比例というのは政党名を書くんですね、投票所で。そちらの方で、頑張っている松田学でございます。私はこの政党を訴える、参政党を訴えるということで、この南関東あちこちを回っております。本日はこの逗子駅前へ、参りました。先ほど角さんがおっしゃっていたように、石原慎太郎さんと大変ここはご縁が深い、そういうところである。私は財務省に勤務しておりましたが、石原慎太郎さんが立ち上がれ日本という政党を作りまして、そして一緒にその政党に参画しまして政治の世界に出ました。神奈川の方でもうだいぶ前ですけども参議院選挙に出まして、そこは私の政治家としてのスタートでありました。そして衆議院議員を一期務めた後ですね、この日本の国をどうやって立て直すか、政治をどうやって作り直すかという活動をしてまいりまして、だいぶ前に神谷宗平氏と出会いましてですね、そしてこの参政党を結党したメンバーの一人であります。このそういった意味で、この逗子の駅前はですね、石原さんと馴染みがあると、確かにその通りでして、私もその馴染みのある場所で参政党は何を訴えている政党であるのかをですね、お話をしたいと思います。このね、皆さん今日ね、朝テレビをつけたらニュースでやってるように、ついにね、イランがイスラエル本土を攻撃してしまいましたね。でイスラエルがどこまで反撃をするのか、もしかしたらこれ世界大戦になるかならないのか、世界中が今緊張感を高めていますね。この世界中が緊張感を高めているんですけれども、これはじゃあ何で起こったのかと言いますと、これイスラエルにはですね、強硬派がいましてね、この強硬派がこのイランのザヘリ准将という革命防衛隊、シリアの大使館を攻撃して、このザヘリ准将を殺害するということがあったんです。でなんでそうしたのかというと、このザヘリ准将という方は、このね、ヒズボラというのはレバノンってありましてね、レバノンといえばカルロス・ゴーンさんがもうね、行っちゃった場所ですけども、あそこからイスラエルを猛攻撃してる、このヒズボラとイランとの間をつなぐ役目をしていたザヘリという方をですね、殺害したんですね。でそれはイランにとってはですね、国民が大変怒ったわけです。イスラエルやっつけろと。でこのすごいですね、世論が沸き起こった。だけどイランという国は結構賢い国でしてね、アメリカと直接対峙したら自分たち叶わないことを分かってます。だから大きな戦争に発展しないように抑えながら、でもこの世論がそうなってしまったので、やっぱり何かやんなきゃいけないということで、あの350発とも言われるドローンやミサイルでイスラエルを攻撃したんですけども、ただイスラエルは 99% 撃ち落としました。これは撃ち落とされる程度の攻撃しかしてないんですね。本格的な攻撃じゃないんです。なぜなら本格的な攻撃やっちゃいますとね、本当に大戦争になっちゃうということで、自制をしてるんです。自分を抑えてる、イランはですね。だけどイスラエルはそういうわけにはいかない。この実はイスラエルはですね、かなりこのね、危ないんです。かなり危ないんですよ、イスラエルは。イスラエルという今内閣はどういう内閣かというと、ネタニヤフ首相は実は少数派なんですね。でその連立内閣で強硬派と連立を組んでるんです。ですからイスラエルの強硬派を抑えることがなかなか難しいという状況にあるんですね。ですからこれもしかしたら、そしてイスラエルはずっとかねてからイランを敵としていました。もしかしたら初めて本格攻撃するかもしれないという噂まであるんですね。そしたら大変なことになります。ホルムズ海峡はあの周辺が戦争で航行不可能になったら、
もうあっという間に石油が上がってしまいます。石油やガソリンの値段が上がってしまう、私たちの生活にも直結する大変な事態になってしまうんですね。で、じゃあ一体これどうしたらいいのかということを、これから大きな動きがあると思います。そしてこのイランとイスラエルの関係については、今世界中がニュースで注目しています。で、日本のニュースが注目、先週注目したのは何だったでしょうか。あの岸田さんがアメリカを訪問しましたね。日本ではすごいニュースで報道されてます。まあ、岸田さんってね、僕は英語ができるんだ、僕はねジョークだって言えるんだ、バイデン大統領のビーストに乗った初めての首脳なんだ、仲がいいんだ、2人で自撮りしたんだ、でバイデンさんとね、とっても仲がいいのはね僕なんだと言ってアピールをして、そしてね、支持率上昇を狙ったんですね。私は昨日の世論調査を注目してたんです。世論調査を注目してたんですが、確かに若干支持率上がりましたけども、でもまだ 20% 台ですね。低支持率であることには変わりありません。僕があんなに一生懸命頑張ったのに支持率がガーッと上がらなかったとご本人は思ってるんじゃないでしょうか。でもバイデンさんはなんで岸田さんに国賓待遇で迎えてあんなにウェルカムやったんでしょうか。理由ははっきりしてます。今角さんがおっしゃいました、ノーと言えない日本になっちゃったんです。石原慎太郎さんがノーと言える日本って言ったのに、ノーと言えない日本をやってるからバイデンさんに可愛がられるんです。岸田さんはですね、いろいろありますね、上げ出したらキリがありませんね。防衛費43兆円決めましたけどね、43兆円日本を守る上で必要かもしれません。だけど岸田さんはあれを決めた時に、要するに戦闘機とミサイルを買うことだと言い切ったんですね。戦闘機とミサイルはどこから買うんでしょうか。アメリカから買うわけですね。そして敵基地攻撃といってね、ミサイルで日本が攻撃されそうになったら、その事前にその 敵の基地を叩くことができるようにしました。そう、これでトマホーク買うんですね。これ全部アメリカの軍事産業を潤すことになるんですね。軍事産業を潤すことになる。そしてアメリカはもうね、極東を守る、アジアを守る気はありません。もうできないんです。もうできなくなってしまった。そこで日本に代わりになってね、戦ってくれという方針になってます。だから今回も日米同盟を強化するというね、内容になってますね、日米首脳会談でも。考えてみてください。すでに日本の自衛隊はこのね、アメリカから入ったシステム、これは日本にとってはブラックボックスで、日本自らが戦うことができない仕組みになってるんですね。アメリカに従属しているアメリカの従軍みたいな扱いになって、これが今回強化されてるんです。ますます日本はアメリカ軍の指揮下に入っていくということなんです。そしていざという時にアメリカは前面に出ないで、できるだけ日本あなた戦いなさいよ、この関係を韓国ともフィリピンとも作って、できるだけアメリカが前面に出ないように済むようにしている。だけど武器をアメリカから買ってください、アメリカの軍事利権を設けさせてください。これに従順な岸田さんですから、バイデンさんは大喜びしたわけですね。そして他にもいっぱいありますね。先ほど角さんも言ってくれました、 LGBT 法、あれを決めてくれた G7 の他の先進国の中で、あの法律を作ったのは日本が初めてなんですね。で、 LGBT 法の問題、早速あれは理念法だから影響ないと言ってたら嘘でした。最高裁がおかしな判決を出して、そしてだん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 女性がどこでいつ、実際は男性なのに女性を自認する人たちから脅威を与えられるかわからない社会になってしまいました。アメリカでは子どもたちが親が知らないうちに性転換手術を受けたりしてるんです。一生体が元に戻らないんですよ。で、アメリカでは LGBT だっていうのをこう、ね、差別しちゃいけない、当然です。でも LGBT が差別されちゃいけないというあまり、LGBT を優遇するあまり、一般の人たちの方が差別されてしまってるんですね。結果として若い人たちは自分は LGBT だと 40% の人が答えてるんですね。いや、性的に普通でない人たちをが 40%、 私は LGBT ですという社会になってしまったんですね。
そしてその中でいつの間にか子どもたちが手術を受けて一生戻らない体になってしまっている、そのそこで設けている医療の利権があるんです。これ利権を進めている、この構造に対してアメリカのお母さんたちは本当に怒って立ち上がってるんですね。立ち上がってるんです。先ほど角さんが言ってくれました、日本もね、4月13日1万数千人が東京で立ち上がりましたよ。でも やっと日本は立ち上がったんです。これは別のテーマで立ち上がりましたけどね。でもこの別のテーマは何かというと、 YouTube でバンされてしまいますので、でさっき角さんがたくさん言ってくれました。 YouTube では言えないことは角さんが言ってくれました。私は、一応 YouTube これで発信しなきゃいけませんのでね、 YouTube でバンされることはちょっとね控えなきゃいけないんですが、でももうお分かりだと思います。変な条約が採択されるかもしれない、変な規則が採択されるかもしれない。そうしたら私たち日本人が、日本政府ではなく世界政府みたいなところからいろんなことを強制される社会になるかもしれない。憲法改正で緊急事態条項がありますね。あれもそのとこと組んで、そこと組んで、世界政府と組んで、総理大臣が外国の総理大臣であれば、日本人の私たちがとんでもない強制を受ける。何の強制を受けるかは YouTube の規約を守るために申し上げませんが、もうお分かりだと思います。日本人は世界で一番従順な国民です。だから実験場にされています。まあ、これぐらいだったらね、何のことか分かんない人もいると思うからいいと思うんですが、分かる方は分かっているといただけると思います。そしてさっきの話に戻りますとね、岸田さんは LGBT といえばバイデンさんの利権なんですね。で、日本は世界で一番この、ね、差別が少ない国なのに、差別がたくさんあるかのような発言までしている。日本人のね、このね、受け継いできた素晴らしい国柄をね、売るのか、お前は、お前は否定するのかとね、叫んでる人がたくさんいるんですよ。今東京15区でもね、こう言って2つの政党が立ち上がって戦っています。そのうちの一つはね、参政党ですね。今日が告示の日だと思います。これから選挙戦に入ると思います。もう一つは日本保守党です。この2つだけはですね、この LGBT 差別禁止法がいかにおかしいものであるか、いかに日本の国柄を傷つけ、いかに女性や子どもたちを傷つけるものであるかということをずっと主張してきたんですね。国会では賛成党しかこの主張している政党はないんです。だからそういうことに気がついている方々、世界の潮流は変わってるんです。もうね、 LGBT 差別禁止と言って、差別はいけないということで、誰もが黙ってしまって、そして自分たちの大多数の人の権利が侵される、危険にさらされる、そういうことはやめようって世界中が言ってる。日本は周回遅れで、まさに植民地ですよ。で、これアメリカの全体でもないんです。バイデン政権は今、トランプとバイデンの支持率見たらトランプの方が上回ってるということは、バイデン支持者は過半数達してないんですよ。そのバイデン民主党の言いなりになっているのが岸田さんなんで、バイデンさんは今回、岸田君いつもよくやってくれるね、ビーストに一緒に乗りましょう、自撮りしましょうね、晩餐会とは別にね、プライベートな場でね、夫人と一緒にね、食事会もセットしたね、そうやってお迎えしたんですね。そしてさらにありますね、岸田さんはウクライナ戦争で戦闘に立って経済制裁やってくれました。バイデンはこう言ってました。まさかヨーロッパの人たちがここまで、日本がウクライナ戦争と戦う、ウクライナと一緒に戦う戦闘に立ってくれるとは思わなかった。日本人はメディアによって情報が一方法的な情報しか来てませんから、ウクライナ万歳になっちゃってるんですね。これ全部 NATO の側の、西側の側のプロパガンダなんですね。ウクライナの方を見てみましょうか。すでにもうウクライナ軍崩壊しています。死戦死者は50万人とも言われます。60万人とも言われます。その2倍ぐらい死傷者がいます。軍は崩壊してるんです。 NATO 軍の義勇軍が来てもみんなね、ロシアの軍隊を見る前にミサイルでやられて逃げてるんですよ。もうガタガタで戦えません。2月までしか持たない。アメリカが9兆円の予算でウクライナを支援しないと2月まで持たないと言われてた。その9兆円の予算も来ないんです。
もう地理貧な状態なんですね。そしてこのゼレンスキーだって日本では英雄扱いされてますが、これ国際社会の中ではね全然違うんですよ。国内でも違うんです。ゼレンスキーの今評判めちゃくちゃ下がってます。もうねこれ以上ウクライナの国民を犠牲にしないでくれ、無理な戦争はやめてくれ、ロシアの方が軍事力では10倍です、弾薬の数、砲弾の数めちゃくちゃ多い、300万発作れる、 NATO 側は年間120万発が作れない、その差は開いてる。ロシアは今回の事態に備えて2014年のクリミアの時からずっと備えをやってきたんですね。もう勝ち目がないんです。勝ち目がないけれども西側は全部大本営発表、日本もね第二次世界大戦の時大本営発表ってやってましたね。日本は勝ってる勝ってる勝ってる、国民はみんな騙されました。今それをやってるのが西側、 NATO、 アメリカなんですね。バイデン政権なんですよ。でアメリカでもねこれはおかしいって声がたくさん上がっている。だから共和党が反対してウクライナ支援予算が通ってないんです。これアメリカでもね違う動きが出てきてる証拠なんです。そしてバイデンさんはもうね分かってますから、そんなこと軍事情報ぐらい彼にも入ってますから、まあ、そろそろウクライナ戦争終わりだと思ってるんですよ。ウクライナ戦争を停戦に持っていくための下準備を今やってるんです、水面下で。そうだけども岸田さん、よくここまでね対ウクライナ戦争で対ロシアでロシアを、ね、敵国に回してくれんだね。我々が期待した以上に日本は自分の国益を投げ打ってまでも私たちのためにやってくれたね。だからバイデンは岸田さんよくやったねなんですよ。要するに乗せられてるんです、日本の総理大臣は我々の国乗せられてるんですよ。でそのことをメディアは絶対に報道しませんね。だってメディアもアメリカの大きな巨大資本が動かしているわけですね。でその巨大資本が一体となって軍事利権、そしてお注射の利権もありますね。そしてメディアも、そして SNS もみんな一体となって自分たちが利益を上げるように世界を動かしている中で戦争が起こっているんですね。でもこのことは多くの国民に知られたら大変なことになる。アメリカ国民は気がつき始めました。だからメイクアメリカグレートアゲンという草の根保守の運動がどんどん全米に広がって、だからトランプが支持されてるんです。最近のニュースではトランプがまたねこの刑事告訴、なんか不倫で口止め料を払ってその処理がまずかったからといって今刑事事件の裁判本格化してますね。でなんでこんな時期にやるんですかと、他にも3件、全部合わせて4件大きな裁判がある。なんでこの時期にあるのか、アメリカ国民が見ても明らかです。選挙妨害ですね。選挙妨害のために司法まで使っている。アメリカはバイデン政権は司法まで使って、そしてトランプの選挙資金を奪い、トランプが今私がこうやって遊説しているように全国で遊説するということもですね、これもできないようにしてるんですね。でこのことにアメリカ国民さすがに気が付いてる。だからメディアが正しいことを言っていると信じているアメリカ国民が少なくなっているんです。日本人はまだほとんどが気がついてないんです。メディアが本当のことを言っていると思っている方が圧倒的多数なんです。だからメディアは参政党が本当のことを言っているから参政党のことはメディアは取り上げないんです。でもね、我々アメリカ世界ではもうね10年かけてこの流れ変わりつつあるんです。今年が大きな変わり目なんです。トランプ大統領がこれだけの弾圧、言論の自由を封殺され、選挙妨害を受け、そしてもしかしたら、ね、2020年の大統領選挙の時のような、行われても、それでもトランプが勝てば、世界はようやくね、普通の国民がのための政治が行われる国際社会に戻ることができるんです。今、その大きな戦いを日本でやってるのが参政党なんです。大きな戦いを日本でやってる。だけどもメディアはこれは自分たちの利権を侵されるからまずいと言って我々は報道しない。この構造の中で私も命がけでこうやって逗子の駅にも今日も立っているんですね。でこの構造の中で今度も岸田さんはウクライナの支援、アメリカではもうねすでに、このね有力な企業ブラックロックとかモンサントとかカーギル、ああいうところがウクライナに入り込んでウクライナの肥沃な農地をたくさん買収してるんですね。もう次のビジネスを考えてるんです。つまりもうね次の局面に転換してるんですね。そしてその中で日本はあれだけロシアを敵にしてくれた、
ね、あれだけロシアに敵にしてくれ回してくれた。そして日本は憲法の制約で軍事支援ができなかった。だったら復興支援は日本やってくださいよという流れにありますね。そして北朝鮮の話も実は出てるんじゃないでしょうか。もしかしたら横田めぐみさんが帰らないのに金正恩の策略に乗って一時的な帰国をね2人ぐらいの方にさせるという結論が出るかもしれない。そして日本は何兆円もの支援を約束させられるかもしれない。だけどこれを歴代政権が拒否してきたんですよ。国民が納得できない、こんなもので巨額の支援をするというのはね。だけど岸田君は乗るかもしれないんですね。なぜでしょうか。支持率を上げたいからなんです。自分の都合のために自分の国を売るなというのがですね、これ我々が主張していることなんですね。自分の政権を延命するためにこういうふうにやってるんですね。さて先ほどのイスラエルの話に戻りましょう。あのイスラエルでは同じようなことが起こっています。なんであんなにイスラエルは戦争するのか。ガザで食料支援の NGO の方々までイスラエル軍は攻撃しちゃったんですね。これは国際社会怒りますよ。実は今イスラエルの政権の中で軍部を政権が抑えきれてないんです。軍部や諜報機関ですね、ネタニヤフ氏は抑えきれてないんですね。そして強硬派がいるわけです。で強硬派は軍部や諜報機関を使ってイスラエルが世界に向けて戦争を起こすことを本気で考えてるんですね。だから昨年10月7日イスラエルの国内でたくさんのテロリストによる犠牲者が出ました。あれも実はハマスという諜報機関は分かってたらしいんですね。ネタニヤフ首相には上がってなかったらしいんです。ああやってハマスが攻撃したハマスをやっつける大義名分ができると考えたという説があるんです。で今回のあのイランが、イスラエルを空爆することになった原因であるシリアのダマスカスにあるイラン大使館に対する イスラエルの襲撃もネタニヤフが知らなかった可能性があるんですね。つまり軍部が暴走した可能性があるんです。でもネタニヤフは今の状態を変えることができません。なぜなら自分の政権を延命するためには戦争が続いてないといけないからです。戦争の前ネタニヤフさんの支持率は低かったんです。だけど戦争になれば挙国一致内閣です。そしてその中には内閣の中には強硬派がいる。とても強硬派を抑えられない。ネタニヤフさんの政権延命のためには戦争を続けざるを得ない構造があるんですね。でおそらくもしかしたらイランと本気で戦争するかもしれません。そうやって世界中に混乱をもたらしたくさんの犠牲者を生んでも自分の政権延命をしているのもネタニヤフさんじゃないでしょうか。この点でどうも似てるような方々が指導者で多いですね。バイデンさんもそうじゃないでしょうか。バイデンさんは次の大統領選でトランプを当選させないというそういうとかグローバルな勢力に支配されている政権ですね。だから絶対に何としてでも勝たなければいけない。そこで何をやってるか。メキシコとの国境から今不法移民がたくさん入ってます。それがアメリカ社会にめちゃくちゃ混乱をもたらしてもその不法移民をに投票権を与えれば自分は勝てるってことをやってるんですね。つまり、ね、自分の国がどうなるかよりも自分の政権の延命のことを優先しているのはバイデンさんもそうなんですよ。バイデンさんもネタニヤフもそうです。そして日本では岸田さんじゃないですか。あれだけいわゆる政治と金の問題で39人が処分されておきながら責任者である首相の派閥だって同じことをやっていたのに自分に対する処分はしていないって、こんなことありえますか。ありえないことですよ。そしてそこはごまかしてアメリカでバイデンさんと同じ車に乗ってねジョークを言って英語ができると思われて、そして北朝鮮からこのねごまかしの妥協を強いられて、それでも被害者は帰ってきた、拉致被害者は帰ってきた、そして支持率が上がったらこの通常国会の間で解散する。どうせ野党は弱いだろう、国民は投票に行かないだろう。国民が投票に行かないから、野党が支持率低いから、僕の元でも自民党は負けやしない、過半数取れるだろう、そう考えて解散総選挙で過半数取れればもうね9月の総裁再選間違いなし。これはね岸田さんの頭で描いてるシナリオですよ。ごまかされてはいけません、騙されてはいけません。
その前にアメリカと今協議をして日本は本当に大丈夫なんですか、見せかけじゃないですか、先端技術の協力をすると言ってます。アメリカは今世界中から先端技術を集めてますよ。アメリカからも先端技術の脅威を受けられるんですか、日本の先端技術をアメリカに譲り渡すだけにならないんですか。今中国はどんどんね日本の先端技術盗んでますけど、アメリカは合法的に日本からね先端技術をもらおうとかしてるかもしれませんね。そしていざ緊急事態になったらどうしますか、台湾で軍事侵攻が起こったらどうしますか、アメリカは戦いますか。戦いません、残念ながら戦いません。アメリカの軍事力もガタガタなんですよ、めちゃくちゃ弱ってる。そのめちゃくちゃ弱ってるアメリカに岸田さんはしがみついて自分の政権延命をしてるんです。私たちはね、アメリカがもう沈んでる中で中国とも戦えない、ロシアとも戦えない、北朝鮮とも戦えないんです。もう世界はアメリカがウクライナ侵攻をプーチンにそそのかした結果としてプーチンを追い込んで、プーチンが戦術核を使うと言い始めちゃったんです。核ミサイルです。核ミサイルを使ったら通常兵器がどれだけあったって戦争には勝てます。こんなに安上がりな防衛はありません。そこで中国も北朝鮮も今戦術核、核ミサイルをめちゃくちゃ増強してるんですね。もうアメリカと戦いは中国と戦えません。日本に万一核ミサイルが撃ち込まれてアメリカ報復してくれますか。報復してくれませんね。なぜなら中国から大陸弾道弾でアメリカまた攻撃されちゃうから。何千万人のアメリカの国民の命を犠牲にしてまで、特に尖閣諸島、無人島の尖閣諸島を守りますか。ありえないんです。でもリップサービスで大丈夫だよ、核の傘があるよと日本の政治家をごまかしてきたのがアメリカなんですね。そういった高官たちも辞めた後舌を出して、いやあんなの嘘だ、守るわけないだろうと言ってると伊藤寛さんが言ってましたよ。今や核の傘はボロ傘になっています。傘として機能しないんです。日本は丸裸で放置されるんです。本当に戦争になりましたらね、その時に日本を守れるんです。そのことをもう一つのプラン B プランとして私たちは考えなきゃいけない。でも今のままだったらずるずるとアメリカの下に入っていくだけで、そしてアメリカは日本を本気で守らない。私たちは自分たちで武器を手に取って戦わなければいけないかもしれない。これは私は別に戦争を煽ってんじゃないんです。戦争を起こさないためには私たちの国と戦争してはまずいという、そういう気にさせるだけの防衛力がないとダメなんです。平和のために防衛力を身につけなければいけない。そしてアメリカは守ってくれる時代じゃない。もしトランプが大統領になりましたらますますそうなります。もう昔ニクソン大統領、共和党の政権はこういう政権なんですが、ニクソン大統領は当時の佐藤栄作首相に日本も核武装してはどうかと言ったんですね。実はトランプ大統領の時に安倍さんにも日本は核武装したらどうかと言ったことがあるんです。でも民主党は逆です。絶対に世界を支配しているのはアメリカだ、日本に、ね、自分で自分の国を守る力を与えたくない、だから民主党政権の下では絶対にそういう話はなかった。でも共和党政権、トランプになるとまたそういう話が出てくるかもしれない。核武装がいいかどうかはこれ国民的にきちんと議論しなきゃいけませんが、何を言いたいかというと、自分の国は自分で守りなさい、アメリカは守りませんよ、日本もそれなりの戦力を身につけてくださいというメッセージが必ず出てきます。米軍が、ね、我々にとってはね本当はいいことなんだけど、基地から撤退するかもしれない、米軍がいなくなるかもしれない、いいことかもしれません。じゃあその分ね、日本がね自衛隊あるいはね憲法をちゃんと改正をして、ちゃんとね他の国から日本を守れる軍という形にする必要があるかもしれない。でそうやって日本を自分たちの国を守っていくことに向けて、ちゃんと国民が立ち上がっていかなきゃいけないんですね。でそのために必要な憲法の改正、自民党は憲法改正を作るするために生まれた政党です。もうね1955年から何十年経ってるんでしょうか、全くその動きはなかった。そして今ようやく国会でも憲法審査会が動き出しました。でもその憲法改正とはどこが目的だったかというと、9条2項、日本は他の国から攻められても武力を使って反撃することが許されていない、
国家の存在そのものを否定している9条2項、これを議論しなければいけないのに、そのことは自衛隊を置くで先送りをして、自衛隊を置くんだったら今もと変わりません。大事な問題はスルーして、そして憲法改正はしたよという実績だけを作ろうとしているんですね。でこれだったら意味がないんです。自民党を作った意味もないんです。そして今自民党を作った意味が問われているんですね。何のために作られた自民党なのか、理念を実現するための政党でないと、本来は政党でない、その理念を捨ててただ政権を維持するための装置になっている。で岸田さんが今そうやっているという話は先ほどしました。自民党全体はそうではないでしょうか。自民党が単に職業集団として国会議員であり続ける人たちを国会議員であり続けるさせるために存在している、国会議員の国会議員による国会議員のための政党になってしまっているんじゃないでしょうか。国民の国民による国民のための政党、これを作んなきゃいけないとしてできたのが参政党なんですね。だから国民の方を向いた仕事はしていません。世界の中でも最も食品の安全規制が先進国の中で非常に緩いために、安全でない食品もヨーロッパでは売れないけども日本では売れると扱われている。猿の値段が高いから、ここからはちょっとね、YouTube にはですねちょっとだけ無声にしていただく必要があります。よお願いしますね。日本で開発承認され、日本が治験の対象になるというですね、こういうふうに我々は利用されてしまうだけなんですね。これでもこのことはね、この本質は絶対にメディアが報道していないことも先ほど申し上げた通りですね。でこうやって私たちは食の安全も奪われ、そして健康も奪われですね、そしてお金まで奪われてるんですね。お金まで奪われてる。アメリカが構造改革の名のもとにね、まあ、石原慎太郎さんと一緒にね、活動してた時に私も言ってましたよ。日本人のお金は日本のために使えと。日本人のお金を日本人のために使ってない部分が多すぎるから賃金が上がってない。この状態をもたらしたのも自民党政権の構造改革だったじゃないですか。そして私たちは食料、アメリカに全面的に依存していると言ってもいいです。食料自給率は 10% という数字もあるんですね。食料を依存し、軍事を自分の国の安全を依存している結果、アメリカに対して石原慎太郎さんが言ったノーと言えるアメリカどころかですね、単なるイエスマンになり、そして ATM になっている。私たちの一生懸命働いたお金が ATM としてアメリカの利益のために回っていく。アメリカの投資家を喜ばせ、アメリカのウォール街を喜ばせ、そしてウクライナ支援に今行っているアメリカの利権がウクライナで金儲けしやすくするために回され、そして、ね、日本はもっと自分で自分の国を守んなきゃいけないかもしれないけども、武器はアメリカからアメリカの軍事利権に回り、そういう流れの中で私たちは自分たちのお金を自分たちで回していくことができない構造に組み込まれた。長い時間をかけて組み込まれました。小泉構造改革の名のもとに行われた郵政民営化、一体何のために行われたのか、私は当時大蔵省におりましたがさっぱり分かりませんでした。全く合理的な理由もない、経済学的な意味もない。むしろ郵便局は全国のネットワークを公共の資産として持ってないといけないんです。それがなければ意味がありません。多くの国が郵政民営化で失敗してるんですね。アメリカだって郵便局は国がやってますよ。で、なんで日本がやったのか。ゆうちょ還付という日本人が蓄えたなけなしのお金をウォール街が運用しやすくしようと彼らは目論んだんじゃないですか。でも郵政民営化の前に彼らはその目的を達したんです。何もかもアメリカに依存する日本はアメリカが言うことは正しいんだ、アメリカと違うことをやってるのは国際社会から見たら非常識なんだというふうに思い込んでしまいました。そして政治もそういったことは違うんだと言える理念のある政党がなかった。結果として私たちはアメリカに買収されやすい国になってしまいましたね。そしてこの岸田さんはその買収されやすい国をさらに推し進めていますね。新ニーサっていうのはできましたけどね、新ニーサでね、日本の新しい企業にリスクを取る、そうやって新しい産業を育てる方向に皆さんが若い人が株を買うならいいですよ。
でも逆にね、海外に対する株のね、海外投資が増えてるんですよ。海外を豊かにする方向にまた行っちゃう。こういうことやる。資産運用特区っていうのは岸田さん決めましたけどね、小泉さんの時とまた同じ間違いを犯してる。結局日本人が蓄えた巨額な金融資産をウォール街に運用させる、外資に運用させて儲けるのは向こうです。運用する方が勝ちなんです、資本主義の世界では。買われた方は奴隷になるんです。一生懸命働いても分け前が海外に行ってしまう。その構造を岸田さんはさらに強めとくようとしてるんですね。でこう、そして日本の国を買ってください、買ってください、ね、そうやって、ね、インベストイン岸田ですなんて言って自分に投資しろじゃない、日本を買ってくれって言ってるんですよ、あれは。で買ったらね、負けです。今インバウンドで中国の人がたくさん来てます。地方の振興はインバウンドがなければいけない。なんで中国人に助けてもらわないと私たちは景気も景気を良くすることもできないんですか。あるんですよ、日本にお金は。日本にあるお金を日本人のために回す。これただ口で言ってるだけじゃないんです。そのために私は財務省時代からずっと考えてきました。そして情報技術の方でも東大で研究をいたしました。その両方をつなぎ合わせてブロックチェーンを使って新しい電子マネーを発行する方法を考えたんです。政府が電子マネーを発行するんです。そうしますと国債を電子マネーに置き換えていくことができる、この仕組みも考えつきました。そして今将来に国民負担を残さず国家に全体に皆さんの国民生活の隅々に、子育てもそう、介護もそうですね、今お金が足りないから年金まで減らされている、そういったところにもお金が回っていくようにするために唯一の手段がマツダプランなんです。これ何のね裏付けもなく、ただね減税だとか積極財政だとか言っていても消費税撤廃って言ってねごまかされてはいけません。先日ある場所で街頭演説していましたら消費税撤廃だと言ってる方がいらっしゃいました。その方は令和を支持してるらしいです。消費税を撤廃するってどうやってやるんですかという、そのことは現実にやってみたらできないことはすぐ分かるんです。できないからできてない、やってないんです。でできることを言わなければいけません。で、できることをちゃんと言ってるのがこの参政党のマツダプランなんですね。でこのマツダがこの南関東で今やってるんです。で、できるだけ多くの方にまだマツダプランは知られていません。でもね、これしかないってことを経済界の人、公認会計士の方々、 IT 関係の方々、そういった方々はピンと来てるんです。そういう方々はマツダプランがあるから参政党を応援すると言って、参院選の時もそういう方々がだいぶ票を入れてくれたらしいんですね。だからマツダプランを絶対やらないと、この日本経済はますますダメになる、国民は浮かばれないっていうことを分かっている方々の多数のプロフェッショナルの方々の支援を私はいただいているという状態なんです。このマツダプランがあればお金の概念が変わります。今世界中がお金の概念が変わろうとしてるんですね。中央銀行が電子マネーを発行することをどこの先進国の中央銀行みんな考えている、日銀も考えています。私は非現実的な話をしているんじゃありません。そしてロシアと中国はブリックス共通通貨という電子マネーを発行しようとしています。これもブロックチェーンで発行するんです。でこのブロックチェーンで発行するお金を、その基盤を日本は独自に早く作らないと中国やロシアのような専制主義的なお金に私たちが支配されたら大変なことになるんです。だから早くマツダプラン、多くの人が理解してほしい。そしてこの基盤の上にそれぞれの自治体が自由にお金を発行できる、地域通貨も発行できるようになるんです。政党がコインも発行できるようになる、団体が発行できるようになるんです。こうやって自由に私たちが使えるお金が生まれる。そして政府はこの政府が発行する、デジタル円、これに国債を置き換えていくことができるので借金しても問題がなくなるんです。そうすると借金をして国債を発行して、そして子育てであれいろいろなところに国民生活にお金を回す、防衛だってそうです、科学技術だってそうなんです。そうやって隅々までお金が回るようにしてこそ
日本は自分のために自分たちが稼いだお金が回ってくる経済が生まれる。でこの道筋を明確に言って現実にそのプランを持ってるのも参政党だけなんです。ですからメディアが決してね不都合な真実を言う参政党のことは報道しません。多くの方がまだご存じないかもしれない。でも選挙の結果を決めるのはメディア報道なんです。でもその前に今アメリカでもヨーロッパでも普通の国民が立ち上がって政治を変えている、この動きをですねぜひ私のお話を聞いていただいた方にはですねこの動きに賛同して日本の新しい政治の目、国民のための政治の目がを育ててほしい。今生まれたばかりのこの芽を育てて、そして大きな花を咲かせていただくのが次の総選挙であるということを最後に申し上げて、私からのお話とさせていただきます。どうも本日も長時間にわたりありがとうございました。私の質問なんですけども、私自身もそうなんですが、まあ、長年サラリーマンやってて国民負担率ってあるじゃないですか。今 48% ぐらいだと思うんですが、諸外国の国民負担率、まあ北欧は高いとか言われてますよね。でもなんかイメージとしては豊かじゃないですか、皆さん生活が。この日本の国民負担率が実質的に世界と比べてどうなのか、豊かさ指数とかもまた別だと思うんですが、その比較した時にこの問題をどう捉えて、これを改善するにはどうしたらいいのかな。もう本当に、社会保障費安くなってくれればありがたいし、年金も増えれば助かるし、現実そんなところだと思うんですね。それを諸外国と比較した部分と、それを実現するにはどういった形ができるのかなというのをお聞きしたいですね。お願いします。はい、砂さんどうもありがとうございます。日本の国民負担率は名目で見ますとね、あの表面上で見ますと、先進国の中で比べてもまあ真ん中くらいで、ヨーロッパ諸国は高齢化が進んでいる国ほど国民負担率は高いですね。デンマークは 68% だったかな、7割近い国民負担率があります。それあのデンマークはしかし社会保険がないので全部税金なんですね。で国民負担は税金と社会保険料を合わせたものなんですね。社会保険料は私たちが、この給料の中から天引きされている。そして企業に勤めている方は半分は企業が負担しているということになってますね。で、税金を増税するのは大変難しいので、政治的に難しいので、いつの間にかステレス増税の形で社会保険料がどん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 引き上げられてきて、現在は 50% 近い数字になっていますが、でもそれでも高齢化の進んだ国よりは低い。日本の方が実は世界で一番高齢化進んでますから、他の国と同じことをやっていたら実はもっともっと国民負担が多いんですね。でもそれは抑えて、それを赤字国債の形で次の世代の人たちに負担してもらってるというのが日本の姿なんです。でこういうふうに言いますとね、いやー日本はねこれでも国民負担が低いのか、まだまだ国民負担が上がってしまうのか、国民としてはたまったものがありません。じゃあありません。一つの問題は日本の場合は社会保障の中にも結構利権に回っている部分がある、まあ、医療費なんかもですね海外からの製薬会社に回ってしまっている部分がある、海外に漏れている部分もある、利権に行っている部分について直さなければいけない。また電子化も進んでないために重複診療、重複診察がある、そういうね、ものも結構ある。でそういう無駄をなくしてもね、まだまだね日本はねこれからね負担が上がらなければいけないっていう、そういうのが普通に見ればそうなんですね。だからこの現実に直面して、政権を例えば野党が政権を取るとこの現実に直面しちゃうので、途端に減税って言わなくなるんです。民主党もそうでしたね、消費税って言わなかったけども、政権取って現実見たら消費税上げちゃいましたよね。社会保障のためには消費税上げた方がいいって今もね立憲民主党なんか言ってますよ。一回政権経験して現実見るとみんなそうなっちゃうんです。でもそれだったらね国民浮かばれないじゃないかと、そこで松田プランなんですね。松田プランであれば国民負担率の増加にストップをかけられるんです。国債で発行しても国債がデジタル円に変わるんですから、別に増税しなくたって財源を考えればいい。そして将来的にはこの政府が発行するデジタル円でいろいろな社会保障給付をやるという、そういうことも想定しています。
今全部それを急にやりますとね、日本は財政規律がないといって市場から攻撃を受けるからできませんけれども、でも将来的にはそういうことも視野に置きながら、今は市場の経済の中で許される規律と言われるものがまだありますんでね、その範囲で説明できる範囲で日銀が持っている国債を償還する形で、そしてデジタル円が国民に行き渡るようにするということから始めようということなんです。で、国債がデジタル円に変わりましたらであればね、国債発行して社会保障の分も国民負担を上げないでやるという道が初めて開かれるようになる。これは長い間何十年も財務省大蔵省に勤めていた私がね、どうしたらね、このね誰が考えても解決できない問題を解決できるか、究極の一手なんですね。この究極の一手のことをぜひね、皆さんも日本にあるんだ、参政党がね伸びればね実現するんだということをね、してほしいなというふうに思います。以上です。